ジャスミンは女性専門、個性派トレーナーでスーパーポジティブ精神で出会った人をプラス思考に変え博多のパワースポットと呼ばるトレードマークである坊主頭を触られることもしばしば体を変えることはもちろんその人の心、人生を変えることにフォーカスした指導を行っている高校卒業後、久留米医師会看護専門学校準看護科に入学卒業し ショップ店員を夢見て福岡天神に引っ越す。一年で店長になり、店長業と併用しながら2012年天神コレクションファッションショーを立ち上げ主催、運営、総合プロデュースする。同時にバックダンサーとして福岡出身であるブラウンシュガー、メジャーデビューツアーバックダンサーとして活動。2013年2回目の開催では野外で 初のファッションショーを開催し、約1300人を動員。2014年に一度看護師になる。2015年やはり体を動かす仕事に携わりたいとフィットネスジムに入社。ヨガ、エアロ、ズンバーなどインストラクター資格取得。同時に太ってしまった体を変えたいと自身のトレーニングを始める。2016年ベストボディジャパン福岡大会初出場。 初グランプリを受賞。二千十七年フィットネスジム退社し、パーソナルトレーナーへ移行現在も在籍する、アイズトータルボディステーションに入社。目指す体作りも変え、フィットネス引きに出場を目指し、ボディフィットネス日本一、西島沙織選手を生み出した、ボディーマックスジムに入会、西島コーチの下で体作りを行い、二千十八年、フィットネス引きに福岡、初出場。 準グランプリを受賞。2018年には ESP 音楽専門学校講師に採用され、アーティストを目指す、者たちにボディメイクの指導を行う。2019年、美尻の魔術師、岡部智プロデュースの日本一の美尻の賞である、フィットネスエンジェルに選ばれ、賞に出演。2019年、ミスコンテスト、ベストオブミス福岡のウォーキング講師のとして選ばれ、 カリスマウォーキング講師、今村大輔の下でウォーキングを最短で学び、ウォーキング講師及び審査員を務める。2019年、自身の数々のコンテスト、ショーの経験を経て、個性を大切にする、前代未聞のドリームガールズショーを立ち上げ、主催、運営、総合プロデュースを行う。2020年、ベストオブミス福岡大会、北海道大会、ジャパンウィメンズコレクション、 福岡大会、北海道大会という二つの大会のプロデューサー、及び、ウォーキング講師、ボディメイク講師、審査員を務め、同じく、北海道大会も担当。普通と安定を望む、一般的な家庭に生まれる。普通になりなさいという、親の口癖のもと、普通に育ったつもりだったが、小さい頃に習ったダンスの影響もあり、派手好きで、 クラスの中でも非常に活発な女の子だった。ポジティブで負けずに依頼だったため、一度自分が決めたことは諦めずに最後までやり通す子だった。母が精神科の看護師だったため小さい頃から人の感情や精神的なことに興味があり、学生の時は一度心理カウンセラーを目指したことも。そのため、正義感が強く、友達からの相談もよくされる子だった。体を動かすこと。 硬い、酸っぱい、辛い、臭い、刺激物トレーナーになって5ヶ月で、ベストボディジャパン出場選手を担当し、2018年、ベストボディジャパンレディースクラス2018年、ベストボディジャパン2018年ベストボディジャパンを置いた、大会準優勝その後も、毎年コンテスト出場選手を担当し、受け持った選手は、ほとんどが入賞している。ありがとうございます。